こんにちは、ちかです。今ね、5時前くらいなんですけど、今日はやることが全部終わったので、今からね、ちょっと一杯飲みに行きたいなと思ってます。といっても、最近ちょっとクエとか食べて贅沢したので、今回は有名激安店に飲みに行きたいと思います。では、早速行きましょう。はい、着きました。今回のお店こちらです。こんな感じでね、結構広いお店です。では早速入りましょう。ここのお店はね、本当に激安なので、一品メニューは200円から高くても500円以内のものがもうほとんどです。タイとかもね、一皿200円とかです。ここら辺はね、結構人気ですね。エビとかね、イカも350円とかね。お肉もね、あるので、お魚飽きたよっていう人はここにね、お肉を頼むのもいいと思います。お鍋もあります。じゃーん、早速ね、一品目到着しました。これがフーコック名物のイワシのね、サラダって感じですかね。まずはビールから。じゃあ、乾杯。今日はね、ビアサイゴンレッドです。これも一番安かった60円かな。これはベトナム人観光客の方もこれが目当てでフーコックに来る方がいるくらい人気のね、お料理です。これね、一つ7万350円の激安です。こんな感じでね、本当にイワシのね、マリネって感じです。この玉ねぎと一緒にね、あえてあります。感じでね、くるくるくるって巻いて食べます。これライスペーパーで水で戻さなくても、このね、お野菜たちの水分が出てね、ちょうどいい感じになります。このくるんだものをこのソースにつけて食べます。いただきます。おいしい。ソースはね、魚醤ベースに上にね、ピーナッツを砕いたものがいっぱい入ってます。すごいね、マッチしますよ、このイワシとお野菜とライスペーパーと。あー、美味しい。これもすごいね、ビールに合います。タレをね、つけるとどんな味付けなのかちょっとわかんないので、これ単体で食べてみます。使ってないのでマリネって感じではないんですけど、単体だとね、やっぱりあんまり味なくはないんですけど、ちょっとね、物足りない感じなので、このね、タレをつけてちょうどいいです。これはね、日本のお刺身って感じです。これね、生だけど一回も当たったことないので多分大丈夫だと思います。ベトナム人のね、方も普通はね、生食嫌いなので食べない人多いんですけど、これはね、食べるから全然ね、当たること少ないんじゃないかなと思います。なんかね、日本だと醤油つけるのが当たり前なんですけど、このね、魚醤とすごく合うので、お刺身と魚醤っていいかもしれないですね。もう一つね、注文したコビアのね、焼き物が届きました。これカーボップって言って、これもフーコックの名産です。これ高級魚なんでね、普通高いんですけど、ここはね、2万500円で食べれます。こんな感じでね、すごく身厚です。このね、タレにつけて食べます。これはね、結構チリっぽくて辛いので、辛いのが苦手な人はね、やめた方がいいかもしれない。ベトナムのお魚って川魚多いからね、臭いんですけどね、カーボップはね、全然臭くなくって、白身でね、タイより脂が乗ってるブリって感じの味で、すごく美味しいです。これね、ちょっとピリ辛なんですけど、このタレはなんかレモングラスとね、チリと混じったような、すごくね、エスニック的味がするので、これにつけるとね、一気にベトナム感が増して、海鮮にすごく合うソースです。これもね、こんな感じでサムギョプサルみたいにして食べるのも美味しいです。
ライスペーパーね、いっぱい届けられたんですけど、お腹にね、たまるので、飲みながらだったらこういう風にね、サムギョプサル風に野菜に巻いて食べるのもいいと思います。風穀名物で本当に美味しいので、風穀来たらぜひね、絶対食べてみてほしいです。安いお店でもね、カーボックはね、絶対美味しいです。お待ちにしてみました。2品とビール1杯で1000円以下という激安だったんですけど、すごくね、満足なお味でした。このお店はチャンファンラオ通りというね、観光客通りにあって、近くにはサリンダという日本人に人気のホテルもあります。立地は最高ながらに激安で味も美味しいのでおすすめです。風穀に来てね、安く風穀名物を食べてみたいなという方にはぜひ行ってみてほしいなと思います。ということで、風穀名物のお魚料理美味しそうだな、食べてみたいなと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。